気持ち悪い。もう、私こんなのやんないからね。いや、大丈夫か。吐きそう、出そう。我慢しろ、我慢。どうした、アリア。あれは煙。隊長、もしかして、隊長、どっか行くの？あ、私も。俺だけでいい。お前たちは休んでろ。なんだ、ヒューイじゃないか。遅かったね。もう全部片付いたよ。何をした？何って、相当さ。相当？ああ、こいつら邪神軍の連中をかくまってたんだ。それで。で、攻撃されたのか。攻撃？まあ多少の抵抗はあったけどさ。あんたが守備兵を引きつけてくれたおかげで。攻撃はなかったんだな。敵って言ってもほとんど負傷兵だったから楽勝。何さその目。言いたいことあんならはっきり言いなよ。まあいいさ、行くよベア。あ、そうだ、ヒューイ。なんだ。気に入らないことがあるんだったらかかっておいでよ。いつでも相手してやるから。もっともあんたにその度胸があればの話だけど。セリア様、シレナパン、入れ。失礼します。どうかなさったんですか？どうしてだ。ご機嫌がいいものですから。大したことじゃない、栗からが落ちただけだ。ああ、それでまたグロー様からお手紙が。あったのか？はい、ヒューイ様から伝令が。ゼベルから？妙だな。なるほど、何かあったんでしょうか。輸送隊を逃したらしい。輸送隊？兵糧でしょうか。ならいいが、気になるな。それにしても何か辺境警備一つまともにできないとはな。そういう言い方はあまりです、セリア様。ん？たった一度のミスでそこまで言うことはないと思います。ヒューイ様だって体調の悪い時も終わりだと思いますし、それにひょっとしたらシルエラはヒューイのこととなるとムキになる。男はきちんと選んだ方がいい。でないと後で苦労することになる。そんなんじゃありません。私はただ。さてと、おしゃべりは終わりだな。とにかく警戒は強めるとしよう。はい。ひとまずゼベルへ続く。失礼します。入れ。ご報告します。モルボレード要塞に動きがあります。動き？はい。早速か。仕方ない、私が出よう。いえ、私が行ってきます。お前が？はい、先ほどの輸送隊の件もありますし、セリア様には本営で待機していただいた方がいいと思いますね。総大将は軽はずみに動くものではないと兵法にも。分かった、任せよう。はい、あり
ありがとうございます。あ、隊長、それ私の。あ、悪い。返そうか。もういいよ、口つけたもん。じゃあ、ティアノを分けてあげましょう。本当？いやいや、優しい。隊長にもこれくらいの気配りが必要だよね。たかがコロッケ1個でそこまで言わなくていいだろう。たかがじゃないよ、たかがじゃ。いっぱい食べないと大きくなれないです。そうだよ、私が大きくなれなかったら体調のせいだからね。一生恨んでやる。コロッケ1個でか。はいはい、無駄口叩いてないでさっさと食べる。循環に行くんだからね。はい。あ、トミヤさんだ。客だよ。食べる？ティアが作ったんですよ。いらない。おいしいのに。まだいっぱいありますよ。いらないって言ってんだろ。何かあったんですか？なんで？あの日以来機嫌が悪いようですから。女の子なんじゃないの？女の子。隊長、ソミアさんはいつもは男の子なんですか？違うよ、隊長が言ってる女の子ってのは。ハンナ、説明しなくていいの？どうしてですか？さらっと言うな、さらっと。生理って何ですか？女性特有の現象で、受胎できなかった胎盤を外部に排出する作業だよ。そこまで説明するんじゃない。性教育は必要じゃないか。隊長がすることないでしょうが。なんでだ。俺はだな、お前たちのことを本当の家族だと思って。もう結構です。あれ、どっか行くの？お客様を迎えに。もう来てますわ。あ、あなたは。ほんと、客を待たすなんて最低ですわ。あんなウサギ小屋で暮らすよりは幸せですしね。このお茶、安物ですわね。すいませんね。お客にはもっといいお茶を出すべきですわ。仕方ないでしょ、完璧なんだから。ん？この人は誰ですか？ね、セシルさんって言うんだよ。何ですの、この子は。ティアはティアです。よろしくお願いします。何するんですか。あら、ごめん、遊ばせ。なんかあんまりとろくさいんで腹が立っただけですわ。と言ったらトロイですわ。まあ、それがこいつのいいとこだし。そうです、それがティアのいいところです。分かって言ってますの？はいです。
それで何のご用でしょうか。何って大した用じゃございませんわ。ちょっとあなたたちを手伝ってあげようと思っただけですわ。手伝う？あなたたちのお仲間になってあげようと言うんですのよ。いきなり何を。あなたたちってなんかおまぬけですもの。私のような優秀な人間が必要じゃありませんかと。隊長、私たちってまぬけなの。味方によればただまぬけなのは隊長だけです。お前な、もう少し言い方がだな。とにかく助けなんていりません。あら、遠慮することなんてございませんのよ。私はただ恵まれない人々を救って差し上げたいだけですわ。結構です。さあ隊長、巡回に行きましょう。そうだな。ちょっとどこに行きますの。申し訳ありませんが、私たち仕事がありますので。これで。ご飯途中だよ。うるさい、行くよ。もったいないです。ねえ、話はまだ終わってませんわよ。あとは適当にやっといてくださいね。では。ちょっとお待ちになってってば。なかなかやるな。はい。あの子も慣れてきたってことか。この分なら楽ができそうだ。敵が引いていきます。そろそろだね。射出は可能か。はっ、もうしばらくお待ちください。結構時間がかかるね。充填完了しました。照準合わせ。照準合わせ。放て。放て。動揺激しく、これ以上はどうかお引きを。ダメ、引いちゃ。ここで引いたら私たちは。ダメです。支えきれません。ちょっとお待ちなさいってば。隊長、まだついてきますが。ほっとけよ。そうですね。ちょっとあなたたち、辺境の魔女と言われたこの私をシカトするつもりですの。セシルさんは魔女だったんですか。こら、ティア。そうですわよ。私こそは辺境の魔女と恐れ敬われ。じゃあ魔法とか使えるんですか。ま、当然ですわね。そんなの私でもできるよ。じゃあ悪魔を呼び出したりできるんですか。まあやろうと思えば。じゃあクロトカゲの粉末とニワトリの血とクロヤギの角のかけらで毒薬を作ったりもするんですか。それって偏見ですわ。ティア、そんなの相手してないで早くこっちに来なさい。隊長、どうかなさいましたか。今、空が光らなかったか。いいえ、気づきませんでしたの。気のせいか。それよりティア。隊長、敵。モンスターの団体さんです。気づいてないみたいだし、やり過ごすか。これだから臆病者は嫌いですわ。あんなのパパパーっと片付けてご覧に入れますわ。あ、ちょっと待ちなさい。うわー、
5分、ものの5分で終わりですわ。隊長。仕方ない、戦うよ。はあ。行くぞ。やっと私の番ですわ。ですわ。行くぞ。こう。行くよ。
許せませんわ。やっと私の番ですわ。行くぞ。せませんわ。
わ。行くよ。行くぞ。
ハンナ、行きます。行くぞ。そう。行くよ。行くぞ。このくらいお茶の子さいさいですわ。